Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんおはようございます。田中慎太郎です。おはようございます。コート中です。9月の30日ですね。今日から市内ではインドアダイニングが許可されるということで、ちょっとね、どうなるかというとこですけどね。まあでもなんか上がってるんですよね、陽性率。そうですね、ちょっと上がってきてるので、そこら辺がね、ちょっと心配ではありますけどね。あのエンタメニュース的には、あのメトロポリタンオペラ、はいはいはい、が9月まで閉鎖が決定というニュースも、来年というか今シーズンがキャンセルですね。来年、そうですね。で、まあいろんなね、いろんな情報を見る限り、まだまだ戦いは続きそうですなというふうには思いますね。そうですね、なかなか厳しいとこですね。ですね。でしかも、あの僕に関して言えばですね、喉風邪をやらかしてですね、あの言ってましたよね。はい、まあ、今ようやくちょっと良くなって、あの喋れなかったぐらい。でも本当にいろんな方とお食事に行く予定とか、イベントにね、久々に行く予定とかも全部パーになって、家にいたんですけど、まあ、家にいながらもなんかこうできることをちょっとずつねやってましたね。いつもなんです、季節性の。はい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 、あの僕もちょっと喉ね、こんなポッドキャストとか勢いで始めた割に、もうすでにね、聞いてる方の中にお気づきの方もいるかもしれないですけど、割と喋ってると喉がガラガラになるっていう。いや、わかります。喋るとね、なりますからね。なりますね。まあそれこそ一緒ですけど、なんかね、仕事の後張り詰めてて、はってもね、気を抜くと体調崩しますよね。そうなんです。もうそれがドンとやってきて、せっかくこのプペル終わって、僕マンハッタンとか観光行こうかなって思ってたのに、全然行けなくて、もずっと家、あのニューヨーク来て2ヶ月経ちましたけど、まあ家にいますね。もう、ま、家から家の窓を開けた時に入ってくる外の匂いがもう最高みたいな。普段マスクだから外の匂いが分かんない。いや、もうインドア派だし、そう、まあでもおかげで、その今までできなかった休み方できました。その映画を見たりとか、ちょっと笑える映画見て面白いなって言ったり見たり、まあブロードウェイはね、ほんと閉まってるんで、勉強するにしてもやっぱり現場では勉強できないから、やっぱこう楽譜とか見てすっごい勉強になるなっつって、ね、いろんなもの発見したりとか。そうだよね。だって結構お話聞く限り、それこそ大学もかなり短期間で卒業してるもんね。そうですね、2年半で出ましたね。で、卒業ちょい前ぐらいからそうやってあのね、プペルのこととかちょっとやり始め、こっち来てみたいな、もうかなり駆け足だね。2年、駆け足ですね。まあでも、まあ駆け足っつっても遅れを取り戻してる感ありますけどね。あ、そう言っても、まあだって大学出たてといえど、その大学これセカンドカレッジだから、29歳ですからね。とは言ってもかなりいろいろ忙しくて、なかなか落ち着いてっていうのがなかった。そうなんですよ。落ち着いてがなかったから、本当にゆっくりしていたし、本なんかも読んだし、本なんかも、そう、本なんかも読みましてございましたし、あの詩集なんかもね、読みましてございまして。あ、そうなの。はい。もともと読まない。読みたいんだけど、その時間がない。はいはい、はい、から、ちょっとこう文化的なね、視点を持つために。いや、なんか文化的な視点を持つためにって言って読む詩集ほど愚かなものないですけどね。いや、そんなことないんじゃない。いや、でもなんか、ちょっと難しいな、これよくわからんなとか言ったりして、詩集を読んで、谷川俊太郎の方がいいなとか言ったりして。なるほどね。で、まあこういろんなエンタメ音楽も聴いて、楽器も練習して、結構だから僕の勉強とかスタディ系、その何て言うんだろう、仕事に直結する勉強って全部結局インドアになりがちなんで、まあ、本当は出たいんですけどね、シアターにも。そうだよね、イベントにも行きたいし、ただまあ今ね難しいし、結局ね、せっかくニューヨークに移ってきてもね、結局止まってるからね。そう、止まってるんですよ、ね、残念だよね。そう、いや、本当にもう同期たちも全員日本に帰りましたしね、同じ時期に卒業した人たちも、まあでも、もうこれはもう持久戦だと思うので、もう、しかし、あの屋外イベントは行きたかったけど、なんで喉風邪をひいたのか、まあでも、ちょっとずつ、こう、いろんなもの
に見たり触れたりしながら、うん、ちょっとこう嫁ともかなり、まあ嫁とは結構買い物とかやっぱ一緒に行くんで、うん、まあのんびり毎日過ごしてますけど、うん、うん、本当にあのまあいいのはやっぱり僕も嫁も音楽をやるの で、うん、で僕が音楽作ってたり作業してたりするとやっぱ横からなんかこうそれなりの専門用語でいろいろ言ってくる。あ、その音をこうフランジャーかけた方がいいんじゃないとかそういうこと言ってくる。あ、フランジャーかけたりとかね。フランジャーかけたりとかね、うん、それ半音上げた方がいいねとか。半音上げた方がいいねとか、分かんないけど、ぶつかってるよとか。そうだよね、うん、なんかそういうのは、まあ、うちもね、うちの奥さんが家であの作業してるから、まあ話すし、まあ一緒に四六時中いるし、うんうん、これもね、だからまあね、戻ったらね、そういう時間も減るのかもしれないし、わかんないけどね。まあわかんないです、ね。まあそれも含めて今だからこそできることって言ったらそうだよね。うん。うん、まあなんかある意味なんだろうな、あの一時期ですね、あのコロナでシャットダウンして最初の1ヶ月間で、うん、あんなに世界がこう大変な目に遭ってた中でなんですけど、うんうん、Facebook を見ると意外となんか、うん、あれこの人すごいなんかこの1ヶ月間文化的な生活してんなみたいな人ちらほらいて、うん、そのそうだ、ね、うん、家族で過ごして手作りで料理作りましたとか、うん、やっぱあったんである、ね、うん、それはまああのね、なんかこう一ついい意味での、まあ、リセットっていうかされたのかなみたいな、うん、だって結構な人がね自分家でパン作ってたしね。パン作ってましたね、うん、納豆とかも、うちもだって納豆も自家製だからね。あ、本当ですか。パンは作ってないけど、あ、でも パン作ってんな、そういや。なんかシナモンロールとか作ってるわ。あ、シナモンロール、うちも作ってます、うん、シナモンロール作ります、ね、そうね。あとヨーグルトはもともとうちで作ってるし、結構そういうのあるね、まあ、あとはジャムとかね。うん、ジャムも結構前から作ってたな。あんまりコロナ関係なかったかもしれない。あ、もう僕の場合はあとビールも自分で作るので。いいですね、うん、ちょっとコロナ関係なく関係なく関係なかったね。なくだいぶいろんな、はい、そうですね、なんか文化的な文化的スローライフ風の手作りライフみたいな、ね、改めて勉強するというかね。うん、ちょっとでもなんか最近思うのは式とかもやっぱり対面で振りたいなって思いますけどね。ああ、なるほどね、うん、それはそうだろうね。うん、でもすっげえ離れてとかだったらできんじゃないの。あ、できないか。オーケストラそれぞれがすげえ離れるから。いや、できますけどね、全然。めっちゃスペースが必要だよね。めっちゃスペース空けて、なんかそのあのペンライトかなんか持ってやれば全然いけるんじゃないですか。それこそなんか球場とかにみんな集まってもらって、でみんなちょっとずつ離れて。ああ、できる、できそうですけどね。どうせ使ってないもんね。うん、やらしくないかな。やらしくないだろうね。まあ、いろいろ発想としてはね。発想として。そうね。でもなかなかね、来てもう2ヶ月とかで、まあ、そもそもがね、そのミュージカルの仕事をやるために来て、で、はい、それこそね、その、きらびやかなニューヨークを知ってるけど、そこに住むために来たのに、うん、それがなんかちょっと光を失った感じにちょっとなっちゃって、ちょっとね、なんか残念だよね。残念ですわ。いや、でもですね、あの、まあ、したたかに考えればですね、うん、その同期たちが一斉に日本に帰ってる今こそしがみついておかないと、うん、例えば戻ってくるのも大変だし、そこからの競争も激しいしと考えると、うんうん、僕は残る道をやりたいなと思いますね。なんか、うん、それこそ今週の月曜日か、月曜日の回で小川さんとも話してましたけど、今何かを極めればなんかレジェンドになれるっていう。うん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 。じゃあどうやってっていう話なんですけど、ちょっと今こそしがみついてないと見えないものっていうのもちょっとありそうだしね。こうやって大変なことを通り抜けてきたからこそ分かることっていうのも多分あるんだろうなとは思うんでね。ですね。なんかそれを活かしたいですよね。まあこれなんか個人的には
あの多分どっかで講師業をやるような風なことになると思うんで、うん、冬ぐらいからそれとかもね、うん、ちょっとやっていきつつ、それとか別に普通に自分主催でできんじゃないの？あ、レッスンってことですか？うん、レッスンもまあでやれなくはないですけど、レッスンは用意するのにその時間の3倍とかかかる気がするんですよ、ね、あ、まあまあまあそれはそうだね。それはですね、僕もかなり考えたんですけどね、 OPT 始まる前とかにかなり考えたんですけど、なんかまあとりあえず今の僕の個人レッスンはしないって決めてて、それはなんでかっていうと、多分20年スパンで見た時にちょっとこうエンジンが弱い、なんかこう残らない。うーん、どうなんだろうね、まあ、残るかな、残るのかな、分かんないね。なんか何がきっかけになるか分かんないからね。それこそ、まあ、そうですね、まあ、今回そのトリオのも小川さんを初めて取材した時の記事がなんかね、いろいろ自分のそのポートフォリオみたいなの作ってるのに出てきて、それもね、あの僕がその小川さんにそのじゃあトリオとかやってみようよっていうのを話したんで、その時に取材したのがそれこそ、6年前、6年前と、あとその後一回たまたま彼が演奏してる場所にたまたまいて、ああ久しぶりですつって、なんか僕も覚えてて向こうも覚えてくれて、その2回しかないんですよ。まあそれを言ったらコウさんとこ1回しか会ってないんだけどでも割と近いじゃない、そのまあまあまあ会ったのが、で、あのあやさんも割と近かったわけよ、その会ったのは。だからすぐにこう、あ、そういえばと思いますけど、小川さんとかかなりやっぱスパンがあったけど、結局なんか結びついていくっていうのが、なんかどこで何が幸いするかわからないという、なんとなくちょっとあの、まあ、思うところかな。確かに確かに。だからまあもちろん無駄になるかもしれないし、なんか何にもならないかもしれないんだけど、なんかもう何かにつながるかもしれないっていうのは、なんかちょっと捨てきれないところあるかな。そうですね、うん、そう、それこそね、なんかそのあの記事を整理するために、例えば過去のそのニューヨーク情報共有のページとか見てて、でふとなんか見たら、あれこれあのコウさんの奥さんだよねっていうか投稿のなんか質問があって印象残ってるわっていう投稿でつながるねっていう。ああ、まあいや、そう、本当そうですね、うん、ああそっかと思って、それがそれでそのまあ後から聞いた話で、なるほど、だからこういう質問したのか、メイクセンスだなとか、すごいつながりますよね、それは。なるほど、なるほど。それちょっとつながりなのか分かんないけど。いや、でも本当、本当その通り、その通り。いろいろつながって、あの時あったあの人、実はあの人とこうだったみたいなね。そうそう。あるよね。めちゃめちゃありますね。なんかそういうのを結局、たどっていくと、何がつながっていくか分かんないから、まあ、まあでもね、それでもまあ、これはちょっと違うんじゃないかなっていうものを一生懸命やる必要はないとは思うけど。そうですね、いや、分かんないです。やった方がいいのか。まあ、あの、一個だけはね、あのやってる、その、知人の YouTube チャンネルにたまに出てるのを、はい。あれは一応僕がレッスンを彼にやって、それを彼が買い取ってるっていう形でやってるんで。あ、そうなんだ。ああいうレッスンをやってはいるんですけど、あれやるたんびに僕すごいあの時間使うので、まあそれはそうだよね。なんでまあちょっと様子を見てるって感じですね。やっぱものを教えるっていうのはやっぱり大変というか、そのまあそうだよね、うん、教えるにあたってあれこれ感覚では分かってるし、説明する必要もないからずっとこのまま置いていたけど、言葉にして言うと何なんだろうみたいな。あとはまあやってることをそのまま話すっていうのが一番いいのかもしれない。まあいいですね、セミナー形式みたいな、もう本当に話すだけ。まあやり方はいろいろあるんじゃないかな。まあでも結局それもそうだよね。だって今さ、あの対面授業とかできにくいじゃない。でまあ日本だとちょっと違うのかもしれないけど、でも結局その学校っていう形もどんどんやっぱ変わっていくし、自分が好きなものをその世界のどっからでも受けられるじゃない。まあ、そういう時代になってきてるし、もともとなってたといえばあれだけど、例えばなんかそれこそブロードウェイのイリュージョニストってあるじゃない。はいはい。あれなんか手品の人たちが集まってやるやつで、去年見てそこで出てた人の一人とかは、あのもともとなんかあのオーディション番組みたいなの出て、で何がきっかけでそのすごい手品を始めたかっていうと、結局 YouTube で
見てそれを練習してやったっていう、だから独学っていうかもう YouTube 学というか、でまあ多分そういう時代になってるから、それを教えるっていうのはもうすでに形としては完成、あの何て言うだろうな、あるものっていうか、そうですね、うん、そう考えるともっと自由な発想でやってもいいのかもしれないよね。うん、確かに確かに、それがまたなんかね、あの、まあ、再三言ってますけど、何かこう新しいことっていうのにつながるかもしれないんで、まあ確かに、うん、なんか本当この時だからできることっていうのが、まあ、人と人の関係性もそうだし、なんか逆にリミットだけどやってみたら意外とあこういうこともできるんだっていうのがあるかもしれないっていうことですかね。ただまだね、誰も正解を持ってないし、まあね、戻るように待ってるっていう間に何かね、そのエボルブというか、なんか進化というか、そうですね、そういうのが必要かなと思いますけどね。レッスンやってみようかな、教えるかな、わかんないけど、わかんないですね、そうね、なんかいろんな、なんつうんだろうね、まあ、多分いろんな人たちの活動を見てても、なんか誰かが声をかけてるものに賛同する人ももちろんいるし、自分で何か始める人もいるしっていう、まあ様々ですけどね。でそれぞれ自分に合ったものっていうのを多分選んでやってるのかなとちょっと思いますけど、まあでもね、本当になんか今だからできる新しいことっていうのは何かしたいですね。そうですね、本当に、まあ、今は確かにトライアンドエラーの時期ですしね。そうですね、逆に大きくエラーしても、まあ、まあ許されるっていう言い方はちょっと良くないかもしれないけどね。でなんかやっぱトライしてみんながこう好意的に取ってくれるっていうのは多分今の時期もあるんじゃないかな。なんかそれこそコロナ初期の頃に誰かと話してて、まあ、とりあえず何かやってみたらいいんじゃないっていう話をして、で今だったら、まあ、僕も含めてだけど、例えばじゃあ何かやってあげるよっていう時に、何か基本的にタダでやってもらえる可能性が高いっていうね。例えば何か僕がじゃあ何か頼まれて、あこういうことやりたいんですけど、まあ、じゃあそれこそ分かんないけど、何か脚本が必要で、じゃあ脚本書いてくださいって、ああ全然書くよっつって書いて。でそれも本来だったら有料案件だけど、まあまあまあいいよっていう話とかね、そういうのもそうだし、なんかこういうことやってあげます、じゃあちょっと映像の編集とかもちょっとやってるんで、まあ、手伝ってあげますよってやってあげて、いやまあ本来だったら、まあ、有料案件だけど、まあ、ちょっと言い方やらしいけどまあそういうのが僕、まあ、僕にもちろん限らずで、僕も逆にそういう恩恵を受けるし、なんかそういうちょっとこう循環してるものがあるじゃない、なんか善意の循環というか、なんていうかね、なんかそういうのがまだやっぱ今の時期ってあるし、もしかしたら、ね、こういう大変な時期を通り越してきたからこそ、そういう生まれてるものなのかもしれないけど、なんかみんなでなんかちょっと作っていこうよっていうのが、まあ、それこそグループも一つそうだし、なんかそういうのがある時期だからこそできることっていうのも多分あるかなっていうのをちょっと思うかな。なるほど、まあね、そのとは言いながらも、まあね、大変な時期ではあるんですけど、まあやってみてっていう、まあやってみないとですね、そうダメだったらもうね、ポッドキャストとかもそうだけど、もうちょっともうしんどいわっつったらもう急にやめるかもしれないから、それは分からないっていう。なるほど、とりあえずやってみるっていうね、まあやってみましょうっていう。そうですね、はい、これはちょっとじゃあもうそのうちなんかレッスン生募集とかやるかもしれないですね、突然ね、突然ね、うん、やらないって言ってたじゃんっつってやっぱりやってみよう、やっぱりやってみようっつっていいと思います、うん、はい、とりあえずまあまだ喉がちょっと調子悪そうだから、まあ、喉の調子を 100% 戻して、うん、100% 戻して、はい、という感じでちょっとそろそろお時間なので、はい、はい、という感じで、じゃあ本日はそんなところですかね、はい、はい、それでは皆さん良い一日をお過ごしください。良い一日を。田中
メディアラボ。